パルマッハは、イスラエル独立以前のイギリス委任統治領、パレスチナにおける、ユダヤ人コミュニティイシュー部の自衛組織であった、ハガナー・アレイカに編成された、常設戦闘部隊である。名称のパルマッハは、ヘブライ語のプルゴット・マハッツの略で、日本語に訳せば、突撃隊あるいは、打撃中隊、といった意味である。パルマッハの女性兵士、1942年、 消火器訓練を行うパルマッハ隊員ジープに乗るパルマッハ隊員、パルマッハの女性兵士、パルマッハは第二次世界大戦中の1941年5月14日にハガナー司令部によって創設された。パルマッハはこの地域のユダヤ人社会の直面する可能性のある二つの脅威に対抗することを目的として設立されており、その二つの脅威とはであった。 パルマッハの司令官には、第一次世界大戦で有名をはせ、1930年代には、ハガナー配下に、遊撃部隊の、デドットを編成し自ら指揮を取っていたイツハク者、デーが指名された。編成時のパルマッハのメンバーは、約100名程度であった。パルマッハの直接の前身となった組織は、1937年に、 イギリス軍人オード・ウィン・ゲートの主導で設立された特別野戦隊でザ・デーノ・のデ・ドットと共に対アラブ系組織との戦闘を行っていた部隊であった。パルマッハが編成された直後の1941年6月、イギリス軍はナチス側についたフランスビシー政権の統治下にあるフランス委任統治領シリア及びレバノンへの攻撃作戦の実施を決め、 パルマッハもイギリス軍と共同で作戦参加することとなった。最初の作戦として、レバノン北部のトリポリの石油施設への妨害活動のため、23人のパルマッハ隊員と一人のイギリス軍連絡士官が小型船舶で出航したが、この作戦は失敗し彼らは消息不明となった。この後、6月8日にはパルマッハと オーストラリア軍の合同部隊がエクスポーター作戦の実戦に参加した。この作戦は最終的に成功し、シリア及びレバノン地域の数軸軍の脅威は払拭され、イギリス軍司令部はパルマッハの訓練施設を設立するための資金を拒出した。パルマッハ隊員はそれまで基本的に無給のボランティアであったが、この資金によりそれまでの2倍の要因を賄うことが可能となった。 1942年にエルアラメインの戦いでイギリス軍はドイツアフリカ軍団に勝利し北アフリカ戦域からも数軸軍の脅威がなくなった。これをもってイギリス軍はパルマッハの武装解除、解散を命じたが彼らは秘密林に活動を継続することを選んだ。イギリスからの資金拠出が途絶えることを見越し、鬼没連合のリーダーであったイツハクタベンキンは パルマッハの隊員が各地の器物で労働や器物の護衛に従事することにより彼らに給料が支払われるシステムを提案していた。この提案は1942年8月にハガナーに承認され、パルマッハの隊員は1ヶ月のうち14日間は器物での労働を行い、8日間はパルマッハとしての訓練を行い、残りが休日と決められた。このシステムは 若いパルマッハ隊員に対して農業教育、軍事訓練、そしてシオニズム的教育を並行して施せる利点があった。そのためこういった若者向け教育システムは現在もなはるとして継続している。パルマッハ隊員の訓練には基礎体力訓練、格闘戦、接近戦、消火器の扱い、ナビゲーション、応急処置などが含まれ、これらの基本訓練に加えて、 専門家庭として、妨害活動、破壊活動、狙撃、無線通信といったコースも用意されていた。パルマッハでは、広い視野を持ち現場で都度判断を下し、イニシアチブを取って行動できる野戦戦闘指揮官の育成を重要視しており、多くのハガナー指揮官や幹部候補生も、パルマッハでの指揮官訓練を経て現場に送られた。パルマッハで訓練を受けた多くの戦闘指揮官は、 はがな、そして後のイスラエル国防軍を支える重要な、野台骨となった。1944年11月に、イギリス中東大臣のウォルター・ギネス男爵が過激派の、ユダヤ人組織レヒのメンバーに暗殺された後、パルマッハは、イギリス軍と協力している軍及び、レヒを壊滅させるため、シモン・アビダンを指揮官とする相当作戦を行った。 しかし1945年10月1日にダビド・ベングリオンがイギリスに抵抗する方針を決定するとパルマッハもこの方針に基づきレヒア・イル軍と協力してイギリス支配に抵抗する作戦に転じた。10月10日にはイツハク・ラビンを指揮官としてアトリットの刑務所を襲撃し208人のユダヤ人を解放した。10月31日には パルマッハの部隊が3隻のイギリス軍警備艇を撃沈した。1946年2月にはシェファームルの手川と要塞を襲撃し、銃撃戦となりパルマッハにも死傷者が出た。6月16日から17日にかけてパレスチナ地域と周辺をつなぐ11カ所の橋を破壊する作戦を実施した。これに対しイギリス政府は6月29日にユダヤ機関本部や 各地の拠点を一斉捜索し、レヒやイル軍のメンバーらを一斉逮捕する作戦を実施した。イル軍のメンバーらは、アガタ作戦で押収されたユダヤ機関に関する資料を抹消する目的で、エルサレムにあったキング・デイビッド・ホテルを爆破する暴挙に、で、これを受けてベングリオンはパルマッハに対し、イル軍やレヒとは一線を置き、活動を控えるよう通達した。約十ヶ月後、 パルマッハは活動を再開した。1947年5月にパルマッハの隊員がユダヤ人が殺害された報復として喫茶店を破壊したのである。この後11月のパレスチナ分割決議を受けてアラブ人側とユダヤ人側で暴力の応酬が激化していった。この時期パルマッハのメンバーらはいくつかのアラブ系の村や集落を襲撃して 破壊活動を行っており、またアラブ側の襲撃を受けて18名のパルマッハ隊員と17名のハガナー戦闘員が殺害される事件なども発生した。1948年5月にはパルマッハの部隊は北部ガリラヤ地域におけるイフタハ作戦に投入された。この頃、パルマッハには約2000から3000名程度の男女の戦闘員がおり、 彼らはイスラエル独立宣言後の第一次中東、戦争において主要な役割を果たした。パルマッハがイスラエル国防軍に再編される前の最後の作戦は1948年6月22日のイル軍のメンバーが武器を密輸していたアルタレナ号に対する攻撃作戦であった。この後パルマッハは新編されたイスラエル国防軍の3個不評旅団、 すなわちイフタハ旅団、ハレル旅団、ネゲブ旅団に再編成された。パルマッハには、通常の不評部隊のほか、いくつかの特殊部隊、専門部隊が編成されていた。1948年の独立戦争では、パルマッハの不評部隊は、以下の旅団に再編成された。テルアビブ市内、エレツイスラエル博物館の近くにあり、パルマッハの歴史や遺品等の展示を行っている。 ありがとうございます。